繁育カは中華民国の政治家。はじめは直令派のチ公園に属し、後に総鉄源の側近を務めた。さらに中華民国臨時政府、南京国民政府の要人となっている。字は遠征。なお山口敏子を義理の娘としている。新末に巨人となる。日本に留学し、早稲田大学を卒業している。帰国後は、 民政部保守な警官主席秘書、内外情警庁検事、国務院法制局参事、チャンス省特軍所政学参議を歴任する。1917年、直令派の厚生特軍、陳公園の配下となる。特軍公所秘書長、同軍法所所長、京都陳東税局局長を歴任した。1923年からは、防像院副総裁、国務院参議、 通浦鉄路局副局長などについている。1935年、総鉄源が大裸栄樹司令に任命されると、藩育勝羅は、その高等顧問となる。同年12月に、国民政府行政院が、被殺政務委員会を設立すると、政務署所,所長健康通委員会委員となった。1937年7月、藩育勝羅は、北平治安維持会常務委員。 北平警察局局長に任命された。中華民国臨時政府成立後の1938年1月、天津特別市市長に任ぜられた。しかし藩は天津市の地元人種からの聖望に乏しく、日本軍の天津特務機関からも、一応の人物とされていなかった。そのため、次第に、日本側の信任を得て対等してきた天津会館、監督、恩余仁に藩は、 市長の地位を脅かされるようになり、これと清掃を繰り広げている。翌年、天津特務機関長、柴山金志郎の説得を受け、藩育勝らは天津市長を辞任し、恩与陣に譲った。その後、藩は日本を一時訪問している。1940年3月、王朝明が南京国民政府を樹立すると、その翌月に、河北政務委員会委員に任命された。 日本敗北後、繁育カツラは、カンカンとして、逮捕、収監された。中華人民共和国成立後の1961年11月12日、上海の獄中で死去した。ありがとうございます。